多くの人たちに利用されてこそ技術である。この名言はソニーの創業者である伊深勝によるものです。伊深大破1908年に栃木県上塚郡日光町で生まれました。父親は東京高等工業、現在の東京工業大学卒業の気鋭の技術者でしたが、伊深がわずか2歳の時に病死しました。その後早稲田大学理工学部を卒業し、森田清と共にソニーを創立しました。この名言は伊深勝が技術の本質とその普及について語ったものです。彼は技術が一部の人々だけでなく多くの人々に利用されることで初めてその価値を発揮すると考えていました。この考え方はソニーが一般家庭にまでエレクトロニクスを普及させるきっかけとなったトランジスタラジオの開発にも反映されています。具体的なエピソードとしては、伊深勝が早稲田大学在学中に走るネオンという発明を行い、それがパリ万国博覧会で優秀発明賞を受賞したことが挙げられます。また彼は戦時中に兵器開発に取り組み、その経験をもとに戦後のソニー創業につなげました。この名言は技術が社会全体に貢献することの重要性を示しており、今日でも多くの技術者や起業家たちに影響を与えています。